はい、ドラ吉でーす。もう最高っすね。首位ヤクルト圧倒して、投打に圧倒してね、タイガースが勝ちました。まあ佐藤輝明選手のはもうちょっとでホームランっていうあたりのね、タイムリーツーベースから始まって、でまあ5回ね裏までは1対0という緊迫のね投手戦でね試合を運んでいってたんですけども、6回昨日連続安打が止まっちゃったね近本選手に今シーズン第1号ツーランが飛び出しね、これで追加点、貴重な3点目入ったね。青柳さんってこともあるんでね、今日はあの3点はこの3点目でかいよね、ほんまね。そして、その次の回ね、ウルラキーセブンの阪神タイガースね、島田選手タイムリー、近本選手が押し出しのフォアボール、そして大山選手が2点タイムリー、そして糸原選手のタイムリー内野安打でこの回一挙5点を挙げてね、8対0で勝利いたしました。イエーイ。いやマジですごいよね、本田打線ね。昨日ちょっとボロクソに言っちゃったけど、まあ人が変わったんじゃないかというぐらいね、いっぱい打ってくれたんでね、すごく、楽しかったですね、はい、僕もダゾンでね見ながら仕事してたんですけど、いやー楽しかったねほんまにね。はい、というわけでですね、青柳投手が、両リーグトップの9勝目、イエーイ。よっしゃーね、完封、強力首位ヤクルト、首位ヤクルトの強力打線をね抑えての完封勝利ってことでね、本当に価値がある勝利かなと思っております。はい、いや明日にねこの勢いをね伊藤将司投手に託して、明日も勝ってカード勝ち越しを決めたいと思います。よっしゃー、ナイスーナイスーしゃー。ということでね、ヤクルト戦恒例行事ね、点数分ヤクルト飲むっていうのをやりたいんですけども、今日なんとねヤクルトなかったんやんか。あの3店舗ぐらいねコンビニ回ったんですけど、仕事の合間にねヤクルトなかったですね。申し訳ないんですけど、ピルクル1本でお許ししていただければ嬉しいです。はい、ってことでね、ちょっとお腹のね、あれがちょっと怖いんですけども、まあラッパ飲みでそのままね、豪快に行きたいと思います。いただきます。きついなこれ、一気飲みはきついな。かまだ半分すら多分なくなってないねんけど。ヤクルト戦でさ、ヤクルト勝ったら飲むって言ったからね、まあ似たようなものやけどね、これで代わりに飲ましてもらってんねんけど、いや相当しんどいなこれな。相当しんどいな。まださ仕事行かなあかんかったりするからさ、それ考えてもねちょっとね、この後お腹痛くならへんか不安もあるしな、まあちょっと心配なところでもあるけど、まあ飲ませていただきます。はい、これ飲んだら明日も勝てる。よっしゃー、ごちそうさまでしたーってことでね、はい、今日の動画はね以上で終わるかなと思います。はい、ナイス勝利でした。ではでは皆さん、ぜひチャンネル登録ね、今年年内5000人目標にやってるんで、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録ねしていただけたら本当に嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。たらほー、明日も勝ちまーす。